皆さんこんにちは。8月25日土曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。本日も御言葉の恵みをいただいてまいりましょう。本日の御言葉は歴代史第1、11章1節から9節です。歴代史第1:11-9。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブスのことで、そこにはこの地の住民エブス人がいたに言ったとき、エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その時ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし司としよう。ツェルヤの子ヨアブが真っ先に登って行ったので、彼が頭となった。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このためこれはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を建て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。私たちが苦しみから脱することができたとき、その後に訪れるものは何でしょうか。せっかく私たちはその苦しみから逃れることができたんだから、これから後の日々がとても幸せになることを期待するのではないでしょうか。そしてその期待に応えてくれる人物であるとか、そのような物事がこの現れたならば、私たちはそのような人や物事に期待をかける。これは私たちの世界ではよくあることです。例えば政治が不安定な状態がずっと続いて、やっとそのような不安定な状態に終止符を打った。その後に国民が求めるのは、その新しい政治のシステム、また新しく選ばれた政治家に対する大きな期待です。やっとこの指導者になったから私たちは幸せになれるんだ。そのように私たちは願うのは当然のことです。本日私たちに与えられた御言葉は、まさにそのような状況にイスラエルの国民があったということなのです。私たちはこの前のところで、イスラエルの王であったサウルが自分で命を絶ったことを御言葉から聞きました。私たちがもしその時代に生きていたイスラエル人であるならば、イスラエルという国がいろんなものに翻弄されてしまって、そのリーダーシップを取る人が神様に頼らなくなってしまった、そのような状況を見たときに、そのようなことゆえに起きた不安定な状態が終わったら、私たちは
これからは神様がこの自分たちの環境を幸福なものへと導いてくれるに違いない。そして今油注がれようとしているダビデが本当に魅力的で素晴らしい人物だから、ダビデがこれから私たちに王としてなしてくださる数々の出来事に対して大きな期待をかけるのは、私たち人間が持つ感情としては当然のことと言えます。私はこの御言葉が与えられるときに、やっぱり一つ思うことがあります。私たちは幸せになりたいからこそ、物事の状況が良くなることを希望するからこそ期待します。そして期待を寄せます。期待を寄せること自体何も悪いことじゃない、むしろとってもいいことです。でもこの期待に応えるということは、いろいろな感情を私たち一人一人に起こさせるかもしれません。私はダビデ王にもし会えるとするならば、その時どういう思いでしたかと聞くことができるなと思うわけなんですね。ただ今聞くことができませんから、あくまで私の想像です。私たちは人から期待されるということは、自分という人間が肯定されているということでもありますから、決してその期待に対して嫌な気持ちになることはありません。あ、自分は認められているんだな、自分は受け入れられているんだなという、むしろ嬉しい気持ちにさせられることが多くあります。しかし一方で、このような思いも持つことがあるかもしれません。果たして私にはそのような期待に応えるだけの力量を持っているだろうか、期待にもし応えられなかったら私はどうなるのだろうか、さまざまな不安が私たちを襲うかもしれません。私たちは期待がかけられて嬉しくなって有頂天になってしまうならば、そこで必ず罠があり、必ず失敗があるに違いないし、逆に不安に囲まれてどうしようもないってなってしまうと、自分が与えられた務めを十分に果たすことができず、そのまま終わってしまうこともあるでしょう。しかし私たちは神の民として、私たち一人一人を救うためにイエス・キリストを与えてくださったあの神を知る者として、そのような不安やいわゆる自己満足ゆえに生じる有頂天な思いからは解放されているのです。私たちは期待されるということに対して、その期待されるということがどんな土台に基づいているかということが大切なのです。本日私たちに与えられた御言葉の中で、ダビデが王として油注がれる、そのような御言葉が書かれています。イスラエル人はダビデのもとに集まって、王としての期待の言葉を寄せます。しかしそれに対するダビデの取った行動といいましょうか、御言葉が語っているところはこのようなものなのです。3節にはこのようにあります。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンの主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ここで書かれているのは、いわゆる人から期待されたから私が答えよう、私が全てその与えられた力とか知恵とかそういうものを持って彼に返答しよう、彼らに返答しようというものではありませんでした。あくまである根拠に基づいて王となることをダビデが受け入れたというものだったんです。
じゃあその根拠となるものは一体何かというと、この3節の言葉の中には契約という言葉と、また主の言葉の通りというこの2つがキーワードになっていくのです。まあ、まず一つは主の言葉の通りにというものでした。イスラエル人はダビデという人間にこの王としての期待を寄せました。それは見えるものとしては当然のことなのですが、しかしそれは主の言葉というものが中心に立って、主の言葉が介在するのです。ダビデという王となるべき人物とイスラエルの民と、また神がその神の御言葉によってしっかりとつながれていったときに、ダビデが王とさせられているということの期待がこう明らかにされるわけです。で、それをつなぎ合わせるものは一体何かというと、契約という一つの約束へとなっていくのです。だから御言葉と契約という言葉はこれ切っても切れない関係にある。この切っても切れない関係に基づくならば、イスラエルという国は祝福される。実際にこの本日与えられた御言葉の9節には、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられたとあります。彼と共に、ダビデと共に主がおられる、これをつなぎ合わせるものは御言葉と契約。これは昔も今も変わらない大きな一つの原則となるのです。私たちにとっての権威とは何でしょうか。今日私たちはダビデが王として任命された御言葉から、実際にダビデが王という一つの権威を神によっていただいていたことを知ることができました。しかしこの権威というものには必ず裏付けがあり、確固とした根拠と土台があるということを私たちはもう一度確認したいと思います。それは御言葉と契約です。神の御言葉が私たちと神、また教会、家族、社会、そういうものをすべて結びつけるのです。結びつけるというのは契約の時に交わした契りです。結び合わせるという意味を契約は持っていますから、その御言葉によって私たち一人一人が結び合わされるならば、そこには私たちがどこにいようとも、どんな状況にあろうとも、主が祝福し、それを導いてくださるということなのです。だから私たちにとって御言葉は本当に大切だし、私たちはその御言葉によって本当に幸福な人生を神様からいただくことができるということを心に刻みつつ、新しく与えられる日々を歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。主よ、私たちに御言葉を与えてください。そしてあなたが与えてくださった御言葉は、私だけではなく、私と共に生きる家族、教会、社会、そして何よりもあなたと結び合わさることのできる、そのような大切な契約であることを、いつまでも思い起こすものとさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。